今回は運命が好転し人生がうまくいくの第389回で北海道のおすすめということで浦河神社を取り上げます。それで浦河神社ですが、この神社は北海道浦河郡浦河町大通りというところにあります。ここもいいですね。空に向かって柱が一本立っているように空に突き抜けています。境内からは海も見えて心が晴れ晴れします。これはすっかり変なものも落ちますね。御祭神は受け持ちの神様、大物主の御事様、市木島姫の御事様となっています。御利益は受け持ちの神様が農業守護、漁業守護、開運祥福、災難厄除け、航海安全、悪縁切り、良縁結び、子宝、安産、出世、家内安全となっていまして、大物主の御事様が開運祥福、諸願成就、病気平癒、五穀豊穣、商売繁盛、殖産興業、法医除け、疫病除け、縁結び、医薬、国土開発、交通守護、航海守護、そして四季島姫の御事様が芸術上達、芸能上達、技芸上達、音楽上達、金運アップ、財運アップ、五穀豊穣、商売繁盛、良縁成就、知恵アップ、弁舌アップ、戦死症、厄除け、豊漁、海上安全、航海安全、交通安全、子孫繁栄となっています。それではまず最初に浦河神社の御利益のエネルギーです。終わりました。次は御祭神型の御利益のエネルギーです。
終わりました。次は近くの浦河こんぴら神社のご利益のエネルギーです。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。